こんばんちは、キシトです。ブラッディクロニクル、続き読んでいきたいと思います。ミーチコと別れ、俺たちは教会を出た。車へ戻る途中、あくびをしながら背伸びをする俺。でっかいあくびね。なんか、今頃目が覚めた気分。あっそ。呆れたように鈴見が見てくる。早いところ本部に戻りましょう。ふと、聖火隊の少年の隣に女の子が座っているのが目に入った。お、あいつじゃん。制服を着ていない。何者だ？もしかして姉か？その前に何か食べたいわね。和樹もお腹減ってない？入り口を見ると、警察官が矢島や記者の対処に宿泊している。ちょっと、聞いてるの？女の子に視線を戻すと、立ち去ろうとしているところだった。何見てんのよ。鼓が俺の見ている方向に目をやる。ん？あの女の子知り合い？俺は返事をせず、彼女に向かって歩き出した。カズキ、どこ行くのよ？あれはまさか。なあ、ちょっとあんた！女の子は止まらない。それどころか、歩みを早めた。おい、止まれ！彼女は警備の警察官の横を早足に通り過ぎていく。警察官は止めることもなく、突然中から出てきた女の子に戸惑っている。くそ、使えねえ。俺は走って追いかける。やっぱりあの女か。ぼーっとしてる警察官の横を通り抜け、即座にあたりを見回す。いた！あそこだ！女は通りを曲がろうとしているところだった。入手なわけにはいかない。再び走って後を追う。あいつ、なんで俺から逃げる？いぶかしみながら角を曲がろうとすると、いきなり誰かが殴りかかってきた。うわっ！かろうじて腕でガードするが、続けたもの攻撃が胸にヒットした。相手はさらにパンチを繰り出してくる。その腕をつかみ、襲撃者の顔を確認すると。お前やっぱりお前か。一瞬驚きで手が緩む。その隙に女は抜け出し、即座に足払いをかけてきた。俺は意表をつかれ、バランスを崩す。なんとか受け身を取ったが、舗装路だ。打ちつけた足と背中が痛む。起き上がろうとしたところ、女が足で踏みつけてきた。お前、あの時の顔は覚えてるぞ。俺は地面に横たわりながら口元をいがめていってやる。あら、あなただったの。墓場で会った女。何かよ、お墓で人のことをじろじろ見てきたストーカーさん。ストーカーじゃねえよ。お互い好戦的な意味を浮かべながら睨み合う。狙撃を防がれるとは思わなかったわ。その後がお粗末だったけどね。集中力ならすぎ。ようやく女が足をどける。集中力がないとか飽きたじゃあるまいし、屈辱だ。まさかお前が殴りかかってくるとは思わなかったんだよ。服の汚れを払いながら立ち上がる。あっそ、それで、なんでストーキングしてきたの？お前こそなんで逃げた？あなたと話したくなかったから、それだけよ。俺はあそこで何をしていたのか聞きたかっただけだ。知ってるくせに。ファントムに関係することか。お前のおじさんは、ファントムに殺されたんだろ？だから自分で捕まえようとしている。違うか。返事はない。一般人が現場をうろつくな。禁止されてるのは分かってるだろ。それに危ない。怪我をするかもしれないぞ。たった今、私に踏みつけられてたくせによく言うわね。痛いところを突かれた。それは関係ないだろ。おじさんだって、お前に危ない目に遭ってほしくないはずだ。おじさん、おじさんって、あの人は父親みたいな人だった。あの人のおかげで、今の私があるの。知った風な口聞かないで。彼女の目を見る限り、この件から手を引く気は毛頭ならそうだ。必ずこの手でファントムを捕まえるとその目で言っている。俺がどう説得しようとしたところで変わりはしないだろう。やめる気がないのは分かったよ。それなら、俺たちと協力しないか。は、協力？あなたの助けなんていらないわ。それに協力者ならもういるしね。なんだって？誰のことだ？俺は驚いて問いかける。カズキ、どこ？俺はハッとしあたり見回す。時間切れか。こっちだ！
返事をしてから女に注意を戻すと、忽然と姿を消していた。くそ。葉月、一体何なのよ。なんでいきなり走り出したの。俺は頭かきながら言葉を探す。スズメに話すべきか。あんたと追いかけっこなんかしたくないっての。じゃあなんでここにいるんだよって話だ。ちょっと、何か言いなさいよ。悪かった。まったく、それで、あの女の子は誰なの？あ？誰って？こんな、あんたが追っかけてった女のことよ。誰なの？あ？誰もいなかったぞ。そう言い、教会の駐車場に向かって歩き始める。は？誰もいなかった？すずみが北に俺の耳をぐいっと引っ張って吠えた。嘘つくな！わっ！わかったわかった！言うよ！まったく、鼓膜が破れるわ！すずみは腕を組んで、荷を出しながら俺の言葉を待っている。俺は本当によく知らない。わかってるのは、リーシャンの姪ってだけだ。すずみが目を見開いた。被害者のリー教授？その姪ってこと？ああ。でもおかしいじゃない。こっちに家族はいなかったはずでしょ？そうだ。だからこっちの人間じゃないんだろう。外国から来たってこと？だと思う。でもどこで知ったのよ？会ったことあるの？ 2、3日前、俺が墓参りに行くって言った日あったろ。ええ、覚えてるけど、2、3日どころじゃないわよ。もっと前よ。ああ？そうだっけ？とにかく、その時に会った。お墓で会ってたの？うん。実は、あらそう、なんで今まで黙ってたの？まあいや、落ち着け、落ち着けって。なんとかなだめないと、俺の命が危ない。まあ、あんまり大事なことだとも思ってなかったんだよ。なんか明らかに俺たちに敵意を持ってる感じだったし。でも一言相談くらいできたでしょ。俺は何も言えなかった。ああ、そう、わかったわ。私を信じてないのね。おう、ちゃんと信じてるって。そうじゃない。大事なことだとは思ってなかったし、事件の捜査で忙しくて、すっかり忘れてたんだよ。本当に。とどみの表情は、厳しいままだ。だから信用してるって。ただ、どうでもいいことだと思っただけだよ、その。あんたって時々、本当にバカよね。おい。とにかく、お前のことはちゃんと信じてる。な。そんな言葉だけで許してもらえるとは思わないことね。鈴見は腕を組んだまま、刺すような視線を向けてくる。はぁ？じゃあ、どうしろって言うんだよ。ひざまずいて許しをこうやって。ええ、まずはそこからね。冗談にしては面白くないな。冗談で言ったわけじゃないけど。マジか。まあいいわ。とにかく全部教えなさい。その時、何を話したの？もはや俺は全てを話すしかなかった。それは無理ね。だから言ったろ。もっと早く言いなさいよ。わかってる。わかってる。でも、その子何を知ってるのかしら。それを聞こうとしたところでお前が来たんだ。一瞬目を離した隙に逃げられた。へえ、私のせいって言いたいわけ。違う。そういう意味じゃない。その子は何をしてたの？わからん。何にもわかんないじゃない。何か一つくらいわかったことはないの？誰かと協力していると言っていた。え？誰と？黙って首を振る。そう。その協力相手を突き止めるしかないわね。その前にあいつ本人を探すべきだ。最優先で。ええ。残り10日、大変な日々になりそうだ。そしてあの女。じゃあ今度こそ本部に戻りましょう。もう昼だしな。飯食っていこう。あら、私の言ったこと聞いてたの？ノーコメント。なんでよ。もし聞いてたって言ったら、なんで無視したのかって怒るだろ。かといって、聞いてなかったっつったら、話聞けって説教が始まる。どちらにしろアウトだ。
だからノーコメント。あんたが人の話を聞いてるわけないじゃない。今さら何言ってんのよ。おい、それでどっかで食べていく、それともテイクアウトする？カオルとアキは調査に出てるんだよな。多分ね。カオルから連絡がないからまだ帰ってないと思う。じゃ急ぐ必要もないな。それならお店でゆっくり食べていきましょうか。ああ、そうしよう。そうして俺たちは適当なレストランに入ってゆっくりランチを取った。食後一息ついているとこれから戻るとカオルから鈴見に電話があった。そのため俺たちも本部に戻ることにしたのだった。そういえば今日はここに来るの初めてね。だな。ところでアキトは？あいつどこにいるんだ？知らない、何も連絡がないし。で、あいつが何をしているのかいつになったら教えてくれるんだ。みんな揃った時に話すわ。まあいいけど。オフィスに入り俺たちは自分の席に向かった。ちょっと寝るわ。あいつ来たら起こして。は？カオルとアキを待つんだろ。そうだけど、その間にもやれることはあるでしょ。あ？例えばさっきの文章の意味を調べるとか。それに時間が分かったんだから地図の謎も解けるかもしれないわ。地図の謎って、ウトナのどっかを示してるのはもう分かってるだろう。正確な場所が分かってないだけだ。それでもよ、ちょっとでも考えた方がエトリオリもずっといいでしょ。見逃してるヒントがどっかにあるかもしれないし。ふぅ、時間の無駄だと思うけどな。仮に座標が分かってもファントムに直接繋がるわけじゃないし。そもそも本当に座標が分かると思ってるのか？そうとは言えないけど。だろ？だから、それでも調べるの。二人が来たら手伝ってもらうわ。はいはい、わかりましたよ所長様。その前にちょっとアクトに状況を聞いてみようかしら。じゃあ俺はミチコが現場写真をアップロードしてくれたかどうか確認してみる。ええ、お願い。警察のサーバーに繋がっているパソコンの前に座りフォルダを覗く。あった。ゲームの写真をダウンロードし印刷しておく。他には何かあるかな。文書ファイルを開いて中身をざっと見てみる。押し入った形跡なし、銀の冠、巻物が2つ。知ってることばっかりだな。我が怒りを何時に注い、どういう意味だ。何時は重ねて覚えられることとなかるべし。これは消してやるって意味か。どうも聖職者に対してよほど恨みがあったっぽいな。俺じゃなくてよかった。これほどの敵意を向けられることを想像し若干背筋が寒くなる。これが現場の写真？ああ、他の資料も見てみたが目新しい情報は何もなかった。アキトの方は？新しい手がかりを調べるとか言ってたわ。ふん。その時オフィスのドアが開いてカオルとアキが現れた。ああ、やっと落ち着いた。アキ、家じゃないぞ。あ、二人とももう戻ってたんだ。お帰りなさい。よし。ただいま。何かいい知らせはあるか？それはむしろこっちのセリフだ。言うと思った。時間はかかったが収穫はあったぞ。じゃあ予想は当たってたのね。全員同じ場所にいたっていう。それはまだ調べないといけないんだけど、オグネヒュン4が何度もメンタルケアのセッションに携わっていたことが分かった。カズキやハルタタケシの参加したものも含めてだ。みんなの視線が俺に集まる。そうなのか。道理でどっかで見た顔だと思ったんだよな。どこだったか忘れてたけど。あんたね。スズミから再び怒りのオーラが立ち上がる。ちょ、待て。原田武史のことはすぐ思い出しただろ。でも無理はないかも。その時と最近じゃ全然印象違うし、写真があったんだ、ほら。アキがブリーフケースから写真と資料を取り出した。あら、ほんと雰囲気違うわね。ま、人間変わるものだしな。
でも数年しか経ってないんだよね。あ、思い出した。いたいた、この人。うわ、びっくりした。今頃思い出しても遅いぞ。するとね、運営のお姉さんに話を聞いてたんだけど、アーネスト・モンゴメリーさんが覚えれたの。離婚のことで同じメンタルケアのセッションにいたみたい。そうなの？これで5人中3人が確定ね。今日の新婦で6人だけどな。そうね。デシーマールさんは？運営の人は他の被害者のことは知らなかった。でもその日は別の催しがいくつかあったそうだから、デシー氏がそれに参加していた可能性はある。そう。でも何にしろ確かにいいニュースね。で、これから残りの調べ物か？うん。アヒカデスクの上に山のような資料をだっと積み、席に着いた。収穫って今の話だけか？もっと期待してたんだけどな。はいはい、面白いですねーだ。これ全部喋るのに少し時間がかかると思う。その間に、今日の事件の報告を頼めるか？鈴見が、それと俺もたまに補足しながら今日の現場のことを説明した。もちろん巻物のことも、時計の絵が特定の時刻を示していたことも含めてだ。うん、面白いな。ちょっと怖いけど。ちょっとね。そういうわけで、二人にも巻物を見てもらいたいの。何か見落としてるかもしれないし。他には何のシンボルもなかったのか？何もなかった。木でできた巻物の芯と、銀の冠だけだ。俺は先ほど印刷した現場の写真を二人に渡す。ネズミ、俺たちはどうする？どうしようかしらね。ガブたちの方もしばらく時間がかかるし、その間に地図の方を調べてみましょうか。ええけど、さっきも言ったように何も出てこないと思うぞ。あんたって文句しか言えないわけ。俺は口を尖らせながら肩をすくめてみてる。思ったことを言っただけだが。私これ。ん？何か分かったんだろうか。これ見たことある気がする。巻物の文章のことか？この。そこで秋の言葉は途切れた。どうした秋？絶対見たことあるのに、どこで見たのか思い出せない。秋か何やら身もだえている。秋、今はそんなに無理しなくていいわよ。そのうち思い出すでしょ。まあ、そうだ。今度は何よ？こっちは、平瀬太郎のことを思い出した。ああ、ファントムの可能性がある警察官の一人か。そうそう。いいや、神父が殺された時、どこで何をしていたのか確認しないと。そうね、それも必要ね。もしアリバイがあれば、彼がファントムの可能性は消える。調査対象が一つ減るわ。しかし、最初はいい発想だと思ったんだが、今はありえないか？まだわからんが、今はハーモニーコミュニティセンターの人間が怪しい気がしてきた。うん、その方がありそうだと思う。もしファントムが被害者全員と個人的な交流が、あって、全員が同じ会場に来ていたなら、すべてがうまくはまる。そうそう、個人的な信仰といえば、また隠し事してたのよね、誰かさんが。思いっきり俺を睨んでくる鈴見。ん？お若であった可愛い女の子のこと教えてあげたら？いつ言われるかと思ってたよ。鈴見は意地の悪い笑みを浮かべていた。何日か前、墓参りに行った時に変な女と会ったんだ。それで？リーシャンの名医つってた。なんだと？どうして今まで黙ってた？そう、私もそう言ったの。どうでもいい話だと思ってたし、警察とイグラシルをバカにしてたから、協力も得られないと思ったからだ。何か知っていそうだったか？よくわからん。そいつに今日現場で出会った。何？事件現場に一体何を？さあな。話を聞こうとしたら、鈴見が怖い顔してやってきたせいで逃げていった。ちょっと。冗談だよ。ただ、消える前に興味深い話を聞いた。それは何だ？誰かと協力してるって言ってた。え、誰と？それがわからないの。確かに興味深い。ああ。
腕を組んで椅子にもたれかかる。すると、アヒがこちらを見ていることに気づいた。どうかしたか？つずみちゃんがさっき言ってたのと、今の話が気になって。俺はよくわからず、つずみと顔を見合わせる。さっき言ってたことって？この冠。アヒが突然パソコンに向かい、何かを検索し始める。何なんだ？わけがわからない。今の話って、どこが気になった？お墓。秋？もうちょっと分かりやすく教えてくれるかしら。あった、これ。ケテルトーラー。ケテルとは冠の意味、銀または金で作られる。通常2本の木の棒にトーラーを巻いてかぶせる。ケテルトーラーは、経験なる性のシンボルである。何？ってことはこれが今回のシンボルなんだよ。経験なる性、まさしくナートの賜物の経験だ。うん。なんでわかった？ふふん、前にお墓で見たのを覚えていたのです。だから墓で会ったって聞いて思い出したのか。ナイスターキー、ありがとう。じゃあこの冠と巻物が表してるのは？うん、ケテルトーラ。文章の出典も多分同じだと思う。なるほど、そういうことね。トーラーというのはユダヤ教の経典だな。うん、そうだよ。アキはトーラーを読んだことがあるのか？うん、トーラーは旧約聖書の最初から5つの書のことだから。そうだったのか。事件がそれぞれ別の宗教を参照していることがまた一つ証明されたわけだ。そうなるわね。ともあれ、これで一歩前進だわ。これからどうする？アキ、文章の調査は引き続きお願い。あらたち3人はこれまでの手がかりを洗い直し、何か見逃しているかもしれないから。そうしてファントムが残した手がかりを一から見直す退屈な時間が始まった。地図に関しては何か新しい情報は？いえ、何も。スサノオとか他の神の話はまだ調べるのか？やることが多すぎてそっちまで手が回らないと思うが。そういえばデシー氏の奥さんは容疑者の似顔絵を作るのに協力してもらうと言っていなかったか？ああ、そういえば、ミチコからアキトに報告があったはずよ。誰もチェックしてないのか。今自分で言ってたでしょ、手が回らないって。確かに。それはどこにある？アキトのデスクを調べてみて。はいよ。マール夫人が接触した男に関する報告と似顔絵を見てみたが、収穫はなかった。これでまた容疑者候補はゼロだ。とりあえず重要なことだと思われる点を書き留めておく。新聞の切り抜きの日付まであと10日ほどしかない。警察もまだ犯人の目星はついてないみたいだ。予想通りね。他には？いや、特に何も。警察が怪しいと思った人間に関するどうでもいいような情報ばっかりだ。警察もいっぱいいっぱいなんでしょうね。わかった。エゼキエル書の21章、バビロン裁きの剣。裁き？終わりの日みたいな？うん、似たようなものかな。やはりファントムがゴールに近づいているのは間違いないな。まあ、7つの戯物の最後は何だっけ？それならリストにしておいたぞ。1番目、知恵。アーネスト・モンゴメリー、35歳、教師。2番目、理解、リーシャン教授、34歳、学者。3番目、助言、オグネ・ヒュン・フォー、33歳、心理カウンセラー。4番目、勇気、松尾源一、52歳、消防士。5番目、知識、デシー・マール、32歳、ソフトウェアエンジニア。6番目、経験、イーヤ・シュー、48歳、神父。そして最後、7番目、神への畏敬、あるいは恐れ。ありがとう。最後のはどんな人が当てはまるのかしら。不審信者とか？となると最後の被害者はあんたね。わかった、今日から神を信じるわ。でもほとんどの人はそうだよね。うん、特定は難しいな。回収した人とかは？それもな、特定が難しいことには変わりないぞ。それから1時間ほどみんなでうんうんうなっていたが、次にファントムが狙うのが誰なのか結論は出なかった。
それならハーモニーコミュニティセンターのことをもっと調べる？被害社会のつながりがわかるかもだし。今はそれが良さそうね。だが被害者が全員同じ場所で何らかの催しに参加していたとして、それでどうなる？そこから何ができる？次の被害者をどうやって特定するんだ？みんなが互いに顔を見合わせる。家族の言うことにも一理ある。被害者の予想は無理でしょうね。でも犯人の目星はつくかもしれないわ。え、どうやって？もし被害者全員が参加していたのなら、ファントムもそこで被害者のことを知ったはずよね。運営側の人間として個人情報にアクセスできた可能性もあるわ。うん、確かに。それでも候補が多すぎる。各セミナーやらの関係者も含めたら全部で何人になることか。じゃああんたは他にいい考えがあるの？そら、まあ取れる選択肢がそれしかないのは分かってるけど、容疑者の情報が少なすぎるんだよ。どうやって絞り込めばいい？今分かってるのは単独犯で19から29歳くらいの若い男性で、多分身長175センチ前後で細身。ああ。さらに何時間も塩の下手と話し合いを続けたが、結局進展は何もなかった。俺はもう限界。今日はこれ以上書類読んだら頭爆発する。言いたくないけど気持ちはわかるわ。ところで鈴見、まだ秋人が何やってんのか聞いてないぞ。ああそうそう、警察から何か頼まれたんだよね。ええ、とある殺人犯のことでね。ああ、誰のことだ？ウゼアよ。俺たちは驚きのあまり呆然とする。それって確か弁護士ピーター・ザネッキーを殺した、あ、いや殺し屋に依頼したやつだよな。そうよ。荒野教師が解決したんだよね、イマンという殺し屋を捕まえたって。ええ、でも逃げたとか言うなよ。じゃあ言わない、もう言われたから。マジかよ。それで私たちにウゼを探す手伝いをしてほしいって？そういうこと。じゃあお兄ちゃんは今外で犯人探してるんだ。ええ。あいつ一人で？私は聞いた限りだと荒野警視はかなりご立腹みたい。それはそうだろうな。ただでさえファントムの件でメディアにバッシングされてるのに、このことが漏れたら大変なことになるわ。そうだよね。だからアキトは一日中頑張ってるのか？ええ、さっき電話したとき手がかりを見つけたって言ってた。でも情報が漏れるのも時間の問題だよね。だから48時間以内に捕まえないといけないの。悪夢だな。ってことは残り1日しかないのか。もうすぐクリスマスイブなのに。ああ、そういえばクリスマスが楽しみというか来てほしくないというか複雑だわ。わかるかも。まあどっちにしろクリスマスなんて俺には関係ないが、うちは毎年クリスマスパーティーやってるよ。私はそういうのとは縁がないが、少なくとも今はパーティーどころじゃないな。ああ、やることが多すぎる。遊んでる場合じゃない。でもでも、みんなもう21連勤だよ。一日くらいお休み取ってもいいと思うんだけど。そういうわけで、警察から急ぎの協力要請が来てるの。無事に終われば休暇は無理でも少しくらい息抜きしてもいいかもね。うん。家族の言うこともわかるわ。調べなきゃいけないことは山ほどあるし、すぐに手がかりが見つかるとも思えない。でもとりあえずはハーモニーコミュニティセンターの調査に集中。何かわかるかもしれないし。わかった？はいよ。それと実際休めなら休みたいわよね。たまには頭をリフレッシュさせなきゃ。ははっ。休めるさ。みんなが不思議そうな顔をして俺を見てきた。俺がやる。え？何を？ウゼアを捕まえる。大至急なんだろ。時間はないし、警察はマスコミにバレるのが怖くて大々的に動けない。だから俺が捕まえてやるよ。その代わりに書類仕事は任せた。鼓がじっと睨むように見てきた。おそらく何が企んでやしないかと疑っているのだろう。私も手伝おう。いいか、鼓。ちょっと、薫まで。
書類仕事を私に押し付ける気？アキもいるだろう。休みのために頑張ってくれ。時間がないんだから、適材適所で効率的に動く。何か反論はあるか？軽はずみなこと言うべきじゃなかったわ。それに、何かあった時のためのバックアップが欲しい。そうだな。データベースにアクセスできるのは本部からだけだから、オペレーターが欲しいところだ。まあ、PC 関係は、カオルとアキが得意だから、アキに任せたい。頼むぞ、アキ。あ、悔しいけど文句はないわ。それじゃあ、カオル、明日はカズヒとウゼアの捜索お願い。アキにも連絡取って、情報共有しておきなさいよ。私とアキは、オフィスで資料の調査してるから、あんたの言った通りにね。頼んだ。よし、決まりだな。サイドストーリー。顔認証システムを使って、ウゼアの居所を探してみるね。できるのか？うん、でも、時間かかりそうだし、そもそも脱走してるんだから、防犯カメラとかに映らないよう気をつけてると思うけど。そうね、でもやってみて損はないわ。うんうん、そういうわけで、そっちは私に任せて。じゃあ今日はここまでか。まだ何か隠し事してないならね。してないしてない。いつもそう言ってるけどな。まあいいや。そういうことで、俺は帰るから。あら、帰っちゃうの？嵐たちを置いて、冷たい男。うん、それでいいから。じゃあな。俺は適当に後ろ手を振りながらドアに向かう。気をつけてね、お疲れ様。カズキ、明日はここに集合でいいな。アキトも呼んでおくから、あいつの話を聞いてから動こう。わかった。またな。しかし、スズミがやけにつかかってくるのは一体何なんだ？最近あいつおかしいよな。さて、このまま家に帰るか？お、選択肢。はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦これで終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。